ありがとう、カタパルトタートルさん、さようなら。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アテムです。さあ本日なんですが、まあ、7月の11日からね、適用される新リミット、カタパルトタートル禁止、これあまりにも痛いという話を、まあ、何回もしてきてると思うんですけども、今日はね、カタパルトタートルをね、あの追悼していこうと思う。あの追悼デッキです。はい、今まで本当にありがとうという気持ちをね、込めて今回デッキ作ってきました。はい、まあカタパルトタートルっていろんなデッキで使うことができるんですけど、今回はやっぱ最後だから一番強い、一番カタパルトタートルを強く使えるデッキを持ってきました。多分カタパルトタートル史上マスターデュエルにおいてこのデッキが一番強いと思う。ホルスカタパルトタートルデッキ、これね、ホルスっていうギミックが、まあ、打点高いモンスターをめちゃくちゃ簡単にその用意できる、ギミックで、でしかも召喚剣を使わないからカタパルトタートルをやっぱりそのアドバンス召喚しやすいんですね。でしかも氷結界っていうカードが あるんで、これ墓地から除外するとカタパルト持ってこれるから手札コストとかにしてもめっちゃ強いんですね。でしかもなんか最後の最後に打てばこの水属性縛りもあんま気にならないし、なんならアドバンス召喚だしカタパルトタートルは、ということで、まあ、今回はまあ遊戯王、今までマスターデュエルにおいていろんなデッキ作られてきました、カタパルトタートルで。この史上で一番強いと言われているデッキで、彼の、まあ、最後の優秀の美、これをね、皆さんと一緒にね、見ていきたいなというふうに思います。ぜひね、皆さんも、今まで本当にありがとうございますという感謝の気持ちを込めて見ていただけると嬉しいです。はい、やっていきましょう、デュエル、スタンバイ。じゃあな、また会う日まで。あ、トレードインぶち込んで、いやまあ割とでもこれ手札悪くないかな、まあ、ここにウララ打たれてもまあ言うて結構なんとかなりそうな気がする。あ、なんもない、オッケー。あ、ガンマ引いた、神ゲー、神ゲー来た。オーボの石液ぶち込みます、よろしいでしょうか。オーボの石液の効果を発動、オーボの石液によってイムセティを持ってきて、まあこの石液いらねえか。まあちょっとガーデンはちょっと残しときてえな。まあ一応多分ないと思うけど、ラバーゴーレムぶん投げて、まあそうだね、裏らあったら打ってるもんね、そうだよね。オッケーで1枚ドロー G、 まんまいらない。まあここはですね、いやーちょっと魂の亀を出しに行くしかねえか、王の棺発動で。で一応無限紅葉があるかどうか問題なんでね、あとは妨害として、だからまあ無限紅葉をケアするためにはどうすればいいかっていう話なんだけど、まあちょっとこれ多分まあ もう多分モンスター効果使わねえんだこれ。ガンマオクシャティーナで全部送ります。はい、まあこれまあ大体ね、相手のチェーンで何持ってるか分かるみたいな話あるからね。でこれ出す、あーこれまあ法要か V ラーかどっちかあるね。ちょっと法要だったらケアできるんだけど、一応法要だったら一応ケアできるんだけど、ちょこれ法要でやれ。法要だったらちなみにブラックガーデンの効果でトークン出せば打てなくなるからまあだからこのブラックガーデンってカード入ってんだけど、はい、よし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 、いいぞ。これでチェーンが相手に移らなければ、無限法要は相手持ってますね。ドゥアムテフとケベンセヌフで出して、ジアレルバンパイ、チェーンは移らないで、これ無限法要だねこれ多分相手無限法要持ってるね。はい、でもちろん出るよね、もちろん出るんだよね。あー残機か、なるほど、もちろん出るんだよね、もちろん、もっちの論よ、こんなものは。あー当たり前だよ。これちなみに固まると落ちてもいいし、氷結界落ちてもいいんで、これかなり落ちてもいいカードは多いですね。カタパルト落ちても OK だし、氷結界落ちてもいいから、6枚入ってるカードをジアンデッドバンパイアで落とせばいいから、かなりそのカタパルトの期待値は高いです。はい、まあもうすぐ禁止になるんだけど、はい、あげますトークンを。でこれは最後に水属性しか出せなくなるガチでヤバい縛り入るんで、氷結界の効果使っちゃうとね、これ打点がね、なんか、下がるみたいな効果あるんですけど、ヌメロンドラゴンには関係ありません。なんでかっていうと打点がもともとゼロだからです。はい、もともとゼロのモンスターは打点は下がらないというね、まあなんでかっていうともともとゼロだから。ちょっとこれは、レベル8のモンスターに対してオーバーレイエクシール召喚、竜影神ドラッグラビオン、さあ世界を終わらせるぞ。竜影神ドラッグラビオンの効果を発動、
竜栄神ドラッグラビオンの効果値です。エクストラデッキよりヌメロンドラゴンを特殊召喚。そしてヌメロンドラゴンは攻撃力が0のため下がらない。そしてヌメロンドラゴンのモンスター、あ、先にこれ強撃界ですか。強撃界の効果でもうこの後水属性モンスターしか特殊召喚できなくなる代わりに、自分の、墓地からカタパルトを回収、ダブルカタパルトサードできるんだこれそして攻撃力をアップ。じゃあなあらばよやっぱこのモンスターゴミやな。あー騎士だって正解だわ。カタパルトさん本当に悲しいよ。僕は君がいなくなった穴はあまりにもでかいよ。まあ、多分なんか別になんか関係なくねって思ってる方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、多分ね一般の方はマジで関係ないです。カタパルトタータルの禁止によって何かその困ったことが起きるとか、なんかやばいこと起きたとか、そういうことはないと思います。はい、一般の方はね。ちょっと竜実況チャンネルというですねチャンネルは非常に特殊でございまして、まあ動画いつもはその1戦目2戦目3戦目だいたい3本か、まあ2本の時もあるけど、まあ2本か3本か撮ってるんですね。で1戦目と2戦目はだいたいその勝利、まあ自分のその紹介するデッキを回すためのまあお披露目をしてるんですけども、3戦目でだいたい僕負けるんですよ。その基本的に、まあ、負けないこともあるんだけど、イレギュラーな時があるから負けないこともあるんだけど、負けることが多くて、でその3戦目の、まあ、負け試合がやっぱりそのカタパルトタートルのなんかその、まあ、なんか出演回数が、まあ、非常に多かったんですね。まあ、今これからも多くなることが予想されていた中で、まあ、その中でのそのカタパルトタートルの禁止はね、これね、これまずチャンネルの存続に関わる大げさに言うとチャンネルの存続に関わります。はい、マジでこれは、まあ、要するにその3戦目の、まあ、ネタがなくなるというか、そのネタ切れが起きるというか、やっぱそのやっぱ結局やっぱそのバーンダメージを、まあ、超大ダメージを与えられるモンスターってあんまりいないからね。カタパルトタートルってやっぱその射出するモンスターを変えるだけでありとあらゆるデッキが強くなるので、まあ、めちゃくちゃ強いんですけど、これがなくなるのはまあ非常に痛いですね。はい、ジアンデッドヴァンパイア OK、 おお、いっぱい落ちた、やったラッキー。まあホルスデッキ、相手ホルスデッキだけど俺もホルスデッキやから、うわホルスの黒炎神かっこよ。ジアンデッドヴァンパイアで出てくるシーンは初めて見たけど、ジアンデッドヴァンパイアではまあホルスの黒炎神が出てくることあんまないんで、これも使っちゃおう。氷結界の効果と、まあ、これはドゥアムテフ持ってくるのは結構ありだな。いやカタパルトやっぱいろんなデッキで使ったけど、やっぱこのデッキが一番強いね。まあ、だから今回最後にこのデッキ使ってるんだけど、まあ、いろんなカタパルトデッキ使ってきました僕も。あ、亀使いとして、まあ、ガメシエル使ったりカタパルトタート使ったりっていうのはあるけど、まあ、これブラックガーデンか、いろいろあるんだけど、このデッキが一番強いね。カタパルトタートルを使うにおいては。てか手札めっちゃくちゃ増えたな手札なんか8枚だったぞ。マジか、これはさすがにいけるんちゃうか。飛行じゃん村雲のうち、やべえレベル8の重さ並びすぎじゃない。待って永続パカルノだけマジでやめてね。永続パカルノだけほんまに思んないから、サモンリミッターとかそういうのやめて。ガーディアンスライム、まあ、確かにホルスとの相性はいいか。手札コストになるからな。さあ王の棺の効果、ガーディアンスライムをぶん投げることによって、ホルスを墓地送ってガーディアンスライムの効果つえー、この動きつえーやべ、イニシエの呪文サーチきっちゃー。これまあ不死鳥出てくるやん、これ不死鳥。ホルスの抑止流出てくるやん、これやばい。ラーの抑止流、これどういうこと、やばい。ちょっと待って、イニシエの呪文やばい。もうこれはに生贄を束ねし力が発動されてリリースしたモンスターのなんか打点分吸収するみたいな効果なんですけど、待って、これ3000リリースしてやばいか、やばい、すごい打点だ。ラーの抑止流で9000 待って、そのカード何、テグだろそのカード何。あー亀じゃねえか